はい、お疲れ様です。2017年7月2日、日曜日が終わりました。いやー、日曜日はいつも忙しいんですけど、今日は特に忙しい日曜日でした。大変ありがたいことなんです。今日はね、日曜日、オープンして結構早く着いたんだよな。遅刻しないで早めに着いたよ。で、オープンして、すぐにね、上尾から、ハルト君と小松君っていう二人組がね、ハルト君は前にも来たことあるのかな。二人組が来てくれましたね。わざわざ。上尾からだから、まあでも、電車とかで1時間ぐらいはかかるのかな。来てくれて対戦しましたね。やっぱりこの YouTube 見て、遠くから来てくれてる人ってのは本当ありがたいですね。ちなみに来てくれた人で言うと、今日午後、6時頃かな、結構遅い時間だったけど、八王子の方からね、しげちゃん、お父さんとお母さんと一緒に来たのかな、あれ小学生だな、多分な。いつもね、YouTube を見てくれてるんだと。で、しげちゃん、来てくれたんでね。しげちゃんとは、俺は対戦しなくて、俺と対戦するかなんつったら、しげちゃんちょっとまだ恥ずかしいです、なんつって。3年生の昴生とやったのかな。それは動画にあげたし。あと、さっき朝から来てくれた、その、あげおから来てね、ハルトと小松くん、は対戦僕としましたね。それも動画にあげました。はい。遠くから来てくれた人たちは、まあ、ね、一回ぐらいは僕と対戦しようよ。記念にっつうか、まあね、俺もちょっと、記念に撮っときたいなって気がするんで、ぜひお願いします。んで、2時から、午後2時から、月に一度のオープン大会ですね。でもね、今日はね、そんなに人数が増えないなぁなんて思ってたら、どうやら所沢の方で CS があったみたいだね。チャンピオンシップがあったのかな。で、CS の方にうちの方の主要メンバーが何人か行ってるって話は聞いてました。そうかそうか。まあ CS でね、上位に入ってポイントでももらえばいいよなんて思って。と思ってたら、予想外のご来店が、佐々木監督、デュエルマスターズ、アニメ、デュエルマスターズの、監督をしてくださってる、佐々木しのぶ監督が、もう本当にお忍びで、急遽、何も言わずにご来店ですよ、普通に。あ、こんにちは、なんつって。今日オープン大会ですよね、なんて。もうびっくりだね。ああ、どうもどうも監督、なんつって。言ってくだされば、なんていう感じで。で、ただ、佐々木監督はあんまり顔を出すとか、そういうな告知とかを、されるのはちょっと苦手な。まあ、なんかわかんないね。会社のことでなんかあるのかもしれないけど、苦手だっていうことで、ちょっとその時にはあまり告知はしなかったんですけども、普通にうちの子たちと混じって、大会の方出てもらいました。大会はね、佐々木監督は確かね、2回戦ぐらいで負けちゃったんじゃないかな。で、その後はうちの子供たちにサイン攻めにあって、みんななんかカードのあれに書いてくださいとか、なんかスリーブに書いてくださいとかで囲まれてました。佐々木監督、本当にごめんなさい。ちなみにオレオなんて最後の最後でなんか色紙出してきて書いてくださいとか言って。はい、本当になんかそんなことでも快く書いてくださった佐々木監督、本当にありがとうございました。はい、これで3回目ぐらいだよな、来てもらったのは。いや、僕が気づかなかった、なんか4回目？またでもね、ぜひ、はい、お近くお越しの際にはぜひお願いします。また久しぶりに僕とも対戦しましょう。してください。よろしくお願いします。んで、佐々木監督は大会終わられて夕方頃帰られて、その後に、そうだ、昨日から告知してくださってた、シャマさんとの、僕とシャマさんとの対戦動画が、今日夕方5時にね、アップされました。対戦自体は先週の水曜日に、シャマさん来てくださった時に、撮っていただいたものを、シャマさんの方のカメラでね、撮っていただいたものを、ちゃんとそちらで編集していただいて、すごいね、編集の力って。いや、俺は本当にさ、なんつうのかな、僕自分みたいなその下手で、ルールがいまいちピンときてないようなやつがさ、なんか、対戦してもね、そのシャマさんみたいな詳しい方と対戦しても、ちゃんとその見れるものになるのかな。対戦し終わった後に不安でしょうがなかったわけだよ。格差がありすぎて、なんかそのつまんないんじゃないかなって不安に思ってたんだけど、やっぱりその編集ってのはすごいんだね。なんかそのちゃんとした対戦というか、しっかりした、なんつうのかな、すごい見れるものになってるんだよね。で、やっぱりそのいろいろ細かい効果音だとか、カットインだとか、字幕だとか、
あとその早送りとカットとかね、そういうのも全部いろいろすごく参考になって、これもしかしてこういう風にやるんですよ、動画の編集っていうのはこういう風にあるべきなんですよみたいな、そのお手本としてね、なんか俺に見せてくれてるんじゃないかなと思うほどちょっと感銘を受けまして、まあ、自分の対戦ながら何度もちょっと見させてもらってね、ちょっとずつ自分も勉強して、いい動画を作れるようになりたいなと思ってる次第です。で、まあその対戦動画上がった瞬間からもうね、続々と本当ありがたいことにうちのチャンネルの登録者数がガンガン増えてきましてですね、いやーすごいねやっぱりね。もう今これで夜9、10時頃だけど今でも続々増えてるもんね、すごいよ。はい、ありがたいことです。ほんとね、どうやってだからこの間その動画の方で、いろいろ声かけていただいたね、スリーブの件とか、なんかその本当にできることは何でも協力していきたいなと思ってるんで、でまたなんか今度ちょっと来てくださるみたいなことも伺ってるんで、すごく楽しみにしております。はい、でまあそういうことが、まあ、ありました。はい、でまあそんなことをなんだかしてるうちに、やっぱ所沢のね CS 終わった連中がどんどん帰ってきたりなんかして、結構その前半とはまた違った客層で、後半は後半でまた盛り上がったりなんかしてね。はい、とにかく、忙しく、楽しかったですね今日も。はい、本当になんかやっぱりね、自分が楽しかったっていうか、そのみんな来てくれてるみんなが楽しく遊んでくれると俺も楽しいし、まあすっげえ疲れるし、うん、やっぱりいいなと思うような。うん、ただまあ全然仕事が進まなかったってのも事実で、いやー実を言うと7月のうちの店の大会予定まだ張ってないってさっき気づいたし、あとはその会計事務所の先生に送らなきゃいけない資料も何も手つけてねえやってことを今、うわ気づいたら7月だしとか思ってね、だそういうちょっと溜まった作業なんかは明日週明けね、来週は特にそんな大きなイベントもないんで、来週は事務作業を頑張って、やっていきたいと思ってます。はい、7月2日日曜日が終わりました。はい、じゃあお疲れ様です。失礼します。